おこしやす三条名店街、今回はリラクゼーションスペースラフネに伺いました。本日お話を伺いますのは氏家さんです。よろしくお願いします。はい、もう7月入って半ばすっかり暑くなりました。氏家さんは暑いのはお好きですか？あまり得意ではないですけども寒いよりはいいかなという感じ。はい、そうですね、祇園祭りもあって、はいはい、盛り上がる京都の夏ですが、はい、なんといっても蒸し暑いですね、はい、そんなこの季節おすすめの、今回どちらをご紹介いただけますでしょうか？はい、今ですね6月の1日から8月の31日までこちらにあるんですけども、はい、快眠ヘッド&ネックというのが期間限定でご案内させていただいているコースです。6月から集めて、はい、8月の末まで。そうです、はいはい、まあ、毎年暑い時期限定でさせていただいているコースなんですけど、はい、まあ、今年は少しリニューアルもいたしまして、大変ご利用いただきやすくなっているのではないかと思います。はい、まずこのヘッド&ネック、この季節にお悩みの方多いんでしょうか？まあ、結構首とか肩っていうのは比較的、はい、通年しんどいという方もいらっしゃったりするんですけども、はい、特にこのコースっていうのが首に冷たいジェルをかけて首を流していくようなコースになりますので、はい、特にこう爽快感がある夏にクールジェルで首をほぐしていくというコースになりますので、はい、寝苦しくってなかなか寝れない方にはおすすめですよね。はい、そういう方にもいいと思います。その他に特徴はどういったところがありますか？そうですね、特に去年から少し変わった部分というのが、はい、首のコンセントという形にさせていただいています。で、去年までは別々で5分単位でのご案内だったんですけども、はい、まあ、要望を通してなんか10分単位とか少し長めのコースへのご利用が多いということで、まあ、時間を長くして、少し低料金でご案内できている部分があるかなというふうに思います。こちらを受けられた方はどういった何かコメントなど？はい、やっぱりそのすごく首が楽になったとか、まあ、肩であるとか、まあ、すごいすっきりしたという声は非常に多いですね。はい、はい、ありがとうございます。今回は暑い夏の寝苦しさに快眠ヘッド&ネックということでご紹介をいただきました。氏家さん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。